はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。セキュリティフォース、ジャスティファイです。さあ、本日なんですが、診断でちょっとだけ強化されたセキュリティフォースをですね、使っていきましょう。診断で何が追加されたかっていうと、このナイトチェイサーというモンスターが追加されておりましてですね、セキュリティフォースちょっと強くなりました。これどういう効果持ってるかっていうと、リンク1で、で、セキュリティモンスター1体で作れますよっていうモンスターですね。で、1番目の効果で、モンスター同士に存在する限り、自分のセキュリティフォースモンスターの正面の相手モンスターは、同じ縦列のモンスターを攻撃対象に選択できないという効果。で、縦列系の効果あるんでね、セキュリティフォースって。で、2番目。これ結構強いんですけど、自分相手のメインフェーズ、フリーチェーンで打てて、自分のフィールドのセキュリティフォースモンスター、まあ自分でもいいんですけど、戻して、デッキに。で、その後、除外されている自分のセキュリティフォースモンスター1体を、特殊ができるという効果ありまして、結構セキュリティフォースっていうのは、千代丸で、コストで、セキュリティフォース除外するっていう動きが、あるので、そいつを読み戻してね、また展開していけるというところで、まあ、結構強い動きになっていますと。で、セキュリティフォースって、まあ、前回の動画でも やったかなと思うんですけども、結局ですね、1枚書道ないんですよ。で、形成する場面、弱いんですよ。ぶっちゃけ。だから、まあ、介護してあげる必要があるんですね。結構救済テーマになってまして、このテーマ。で、今日は何を、組み合わせてるかというと、スキアクロー、組み合わせております。これなんでかっていう話をしますと、まずですね、セキュリティフォースっていうのはですね、戦士族モンスターが結構、多くて、で、しかも、千代丸を盤面に出せば、一応展開していけるテーマになってるんですよ。コスト言いますけど。なので、この動きを、していくのに、めちゃくちゃ相性がいい、モンスターが、イゾルデ、なんですね。イゾルデが、成立すると、一応ね、絶対千代丸が盤面に出てこれる、っていう、まあ、動きがありまして、装備モンスター、装備カードか。装備カードを墓地送って、千代丸レベル2なんで特殊ができるっていう動きがあるんですね。で、しかも、イゾルデの効果で、リンク召喚に成功した場合に戦士族持ってこれるんで、ここでレトロアクティブっていうモンスター持ってきて、コストも用意できるということで、イゾルデ成立イコールセキュリティフォースになってるんですよ。で、イゾルデを、まあ、成立させるギミックで、一番強いギミック何なのかなと、思ったんですけど、一番貫通力があって、なんかまあ、最悪止められても動けるっていうテーマは、やっぱね、スキアクローかなと。思って、で今回はこのスキアクローをがっつり積んで、回していく、まあそんな感じのデッキですね。セキュリティフォースの動きに触れなくても、スキアクロー自体は結構強いので、まあ最悪スキアクローでだけで戦うってこともできるし、上振れればなんかそのスキアクロートライヒガートプラスイゾルデとかできるん でこういう動きをね、基本的に目指していきたい。理想的な動きはトライヒガートの下でイゾルデ作るっていう動きなんですけど、まあそれができなくても一応イゾルデは絶対できるんで。あ、ちなみにスキアクローって1枚でイゾルデ作れるの知ってます？皆さん。全部、掛けモンスター全部がね、すべて、イゾルデに下がるんですよ。例えば、じゃあ、ベロネアがいたとしましょう。ベロネア召喚で1体で、ライトハート。で、ライトハートでライフォビア持ってきて、ライフォビアでこの、ライヒハート。で、ライヒハート特殊召喚して、ノバ持ってくると、盤面のモンスターで戦士族作って、なんか適当な。で、適当な戦士族作ってから、ノバで戦士蘇生すれば戦士2体になるんで、もうこれだけでイゾルデなんですよね。だから、まあ、適当な下級モンスター何でも、イゾルデに変換できるというところで、まあ、最悪絶対イゾルデ出るっていう。で、デッキ枚数めっちゃ多いんですけど、これなんでかっていうと、なるべくね、セキュリティフォースを引きたくありません。正直、手札に引いてるセキュリティフォースあんま強くないです。ぶっちゃけ、セキュリティフォース自体がそんなに強くないから。だから、まあ、できれば、そのデッキに眠っててもらって、まあ、スキアクロで回して、デッキからその出してくるみたいな動きをメインにしていく。行きたいなと思ってます。まあ、動かし方はちょっと見ていただければなと思うんで、やっていきましょう。早速デュエル、いやデュエルじゃないな、チェイス、スタンバイ。あ、いいいいよ、まあまあいい。なんかちょっとゾウジグラしか弾けないけど、まあまあでも言うてか割と貫通できそう。スキアクロのいいところはやっぱ展開力がまあまああるんで、割と貫通ができるということですね、展開でね。ちなみに何もなければものすごい量の展開もできますからね。はい、外で何もなさそうっすな、これな。ライフォビア発動して、あ、うらら、あー分かりですね。うらら打ちどころなんですけど、スキアクローはね、ライフォビアに打つのが一番いいと思います。これ一応一旦一度の制限があって、結構ね、ライヒハートに打ってくる人いるんですけど、ライヒハート打っても貫通されちゃうんで、まあ、絶対にまあ、無駄打ちがない、ライフォビアに打つのがいいんじゃないかなと、個人的には思っていますが。ですね。では、これは一旦、豪炎の剣士行くしかねえかな。豪炎行って、
イゾルでいきましょう。一応ね、あのめちゃくちゃ上振れてると、ここにあの一旦スケアクロをトライヒハート出してからイゾルデみたいな動きできるんですけど、まあ、一応ね最低限ね、あのイゾルデは、あ、ちなみに何も妨害なければあのスケアクロを1枚引けば、絶対イゾルデはできるんで、まあ、それがめちゃくちゃ、あ、あれはダメだな、ライヒハートから引いてると、ライヒガートから引いてても大丈夫か。ライヒガートから引いても大丈夫だ。ライヒガートから引いても大丈夫だから、大丈夫。スキャクローは下級、なんか、どれか引いてれば、絶対イゼロでにはいけるんで。で、千代丸くん出していく。で、執念の届きが戻っていく。これ、千代丸くんにアクセスするためにこのカード入ってるんでね。で、ラッパ千代丸くんの効果発動しましょう。自分を、ゲームから除外して、で、回収しながら、これはですね、プラティナ行っても意味ないか。直でちょっとチェイス持ってきたいんで、グラビティの特殊召喚して、チェイス持ってきましょう。ちなみに、セキュリティフォースで用意できる妨害は、このチェイス、および、カメラでファイズ、ジャスティファイズね。ぐらいしかいないので、まあ、この2妨害をなんとかして頑張って用意していくというデッキなわけですよ、基本的にはね。で、ここで一差出していきましょう。手札のレトロアクティブは、リンクサインするとき、セキュリティボスのリンクサインするときは手札からいけるっていう効果あるんで、これあれだよ、あれみたいな、ね、オルタガイソイみたいなね、こんなやつ。なんか、それと同じ効果です。で、チェイスセットして、まあ、エンドと。セキュリティフォースジャスティファイの効果は、フィールド上のモンスターの効果をでもフリーチェーンで無効にできて、でリンク先に連れてくるという効果がありますね。逮捕して連れてきちゃうぞっていう、逮捕しちゃうぞっていうことがあります。でチェイスは、フィールド上のセキュリティモンスターの勝つまでバウンスできるんで、カードをなので今1枚バウンスできるという感じですね。これがね一応最低限ですね。あ、フェンリル、フェンリルはちょっと鬱陶しいな。これどうせ無効にするんで、どうせ無効にするんで、もうここで無効にするしかない。あとは、パーピアスってきたらバウンスすれば大丈夫で、まあ裏でもいいね。まあクシャトリアのことか分かんないけど、まあなんとかあるんじゃないかな。バウンスと一応裏があるんで、まあなんとかなりそうだと思う、多分。セットよし、止まった。 OK。 チェイスは発動する意味もあんまねえな。そしたら、ベロネアちゃんね。OK？ センサー万別。いや、まあ、意外と、これで多分ばらけてるからセンサー万別大丈夫なんじゃないか。結構ね、多分、スキアクローがめんどくさいかな、展開するとき。スキアクローが若干めんどくさいぐらいで、センサー万別あんまり効かない気がするけど、まあ、とりあえず一回千代丸出しに行くしかないか。まあ、中央丸出しに行くわな。ちなみに、リンクマーカーが、ジャスティファイ君、まあ、優秀なのか、無能なのか、どっちか分かんないんですけど、これね、あれなんですよね。相手を捕まえることに全力注いでるんで、向かう、相手側にしかリンクマーカー向いてないんですよ。下の方向全く向いてないっていうね。相手に全振りちゃってるっていう、まあ、ちょっと弱点がありますので、そこはちょっと注意していきたいと思います。で、墓地に存在するレトロアクティブは、コストとして除外することができまして、千代丸くんの効果で。で、これでデッキから、墓地に確かグラビティのいるんだよな。墓地にグラビティのいる、これ墓地だよな。これだからラプセル。ラプセル特殊召喚。で、ラプセルくんが特殊召喚に成功すると、自分の墓地から、セキュリティも釣れるんで、これでグラビティの戻ってくる。でフィンリル効果発動するから、これセキュリティフォースで無効にして、はい、ジャスティファイ。今一人一人の胸の中、目を覚ませば Time to go。 仮面ライダーファイズって知ってる？みんな、イースさんが主題歌歌ってるんですよ。グループ目なってたっけ、イースさんのグループ名忘れたわ。ダパンプです。ダパンプがね、主題歌歌ってるね、仮面ライダーのね、なんかね、最近、20周年企画みたいなのが発表されて、また映画になるとか言われてるやつなんですけど、
ね、なかなかね、熱いですよ、非常に。僕は小学生か中学生ぐらいの頃見てましたね、仮面ライダーファイズ。めっちゃかっこいいんですよね、ファイズ。あのね、なんだろう、サイバー系の、結構テクニカルな、仮面ライダーになってましたね。遊戯王の解説じゃなくて、仮面ライダーの解説になっちゃったね。仮面ライダー実況始まっちゃった。ではですね、こっからキル取りに行くのはセキュリティフォースだけでは無理だということで、トライハード君に頑張ってもらえますか。こっからですね、もうふんだんにセキュリティフォースを使いまして、トライハード君出しまして、こういうね、盤面ガラキの時でセキュリティフォース展開力ゴミすぎて、自分たちだけではワンキル取るのめっちゃむずいんですよ。墓地超えてるか、除外ゾーン超えてれば別だけど。なので、ちょっとアストラ君からの、キル取り作戦いきましょう。これでいいか。ジャスティファイ始まる時のさ、今一人一人の胸の中の前のさ、ウキャンっていう効果音めっちゃ好きでさ、ウキャンっていう効果音ね、これめちゃくちゃ好きでね、小学校の時ずっと真似してましたね。中学生ぐらいの時。はい、ちなみにトライヒカート君はスキアクローの数だけ、守備表示のモンスターの数だけぶん殴れる意味は効果付与されてるんで、3000、3発殴ってぶん殴っておしまいと。はい、これがセキュリティフォースデッキ。盤面にセキュリティフォースなし。あー、これ強くね、めちゃくちゃスキアクロー来てんじゃん。これね、展開通ればめっちゃ強いけど、うらら、ゾウジー、まあ、うららは大丈夫だ。ゾウジーが一番きついが、なさそう。何もなさそう。まだニビルですね。結構ね、最近やっぱニビルとドローラーのロックバード流行ってまして、飛んできますね。はい。普通にうざいです。はい。こういうね、展開系デッキはね、だいたいニビルもね、ドローラーのロックバードもね、どっちも刺さるんですよ。なんで、なんかピュアリーとかのメタの、なんかついでにメタられてるんで、僕、めちゃくちゃうざいですね。とりあえず、スキアクロックシャトリアから持ってきますよ、これ。まあ、なんでもいいんだけど、これ持ってくんの。これがいい、スキアクロアーストラでいいか。これね、まあ、展開力が、増せればなんでもいいんだけど、これ普通に盤面にめちゃくちゃモンスター用意できるから、これかなり強いと思いますね。札としては。で、しかも、ライヒハート、ライトハート、ん、ライヒハートだっけ、ライヒハートか。ライヒハートの、守備表示モンスター3体いるから、ワンドローも入るんで、これ結構強いですね。で、これかなり、これサーチしてもいいんじゃないかってレベルだな、これ。展開力えぐいときはね、別に、いなくてもいいんだわ。うわ、ゼロデイ、もうゼロデイめっちゃくんのよ。ゼロデイめっちゃくんの。このデッキ。ゼロデイとモーニングスターめっちゃくんのよ。まあ、入れてる俺が悪いけどね。展開のビルから入れてるんだけど、入れてるとね、めちゃくちゃくんのよ。うざすぎるでしょ。しょうがないんだよね。で、モーニングスターの効果によって、ヒーローエクオールを持ってきて、でね、一旦トライヒ出します。OK? で、でこっからね、下でイゾルで作るに行けばいいんですよね。はい。めちゃくちゃな展開力があるんで、これで、なんかこれどっかでやったな、これ、そういえば。あれだ。DC ファーストを突破したスキアクローデッキだ。で、このギミック使ってた。はい。まあ、それ持ってきてるんだけど、でこれで、リンクマーカー下に3個向いてるから、トライハード君って結構優秀で。で、これの下でね、コードブレイカーの展開するとですね、戦意速がめちゃくちゃ並ぶんですね。これね、コードブレイカーという、まあ、カテゴリーのテーマなんですけども、これね、サイバース族みたいな顔して、これ戦意速なんですよね。これがめちゃくちゃ強くて、で、これ戦士3体並ぶんで、これめちゃくちゃイゾルで作りやすいんだよね、このテーマ。まあ、こういう展開力が、でけえテーマだとね。で、しかもこれ、リンク6分あるから、なんかリンク6とかできますよ。なんかシンギュラリティが出んじゃん。うん。出そうと思ったらシンギュラリティ出ます。で、2体でイゾルで出して、今回は。まあ今回はね、ちょっと逮捕しちゃうとできたんで、で、イゾルと&ルーデさんの効果発動。デッキから、レトロアクティブをアクティベートして、で、イゾルで効果。装備カードを2枚墓地に送ることによって、デッキから、レベル2の戦速モンスターを特殊召喚。で、これで千代丸くん出していく。千代丸くん、千代丸ちゃんどっち。で、執念の次戻っていく。で、千代丸ちゃんは一回置いといて、
なんだっけ、セキュリティフォースモンスター含むモンスター3体以上でジャスティファイ、今一人一人の無駄の中ジャスティファイ変身で、ですね、中央丸ちゃんの効果、自分の墓地のレトロアクティビをゲームから紹介し、自分のデッキから好きなセキュリティフォースを出せる、グラビティーナチェイス引いてんのか、まあでもチェイス引いてるけどチェイスでいいよ、これチェイス引いてるけど多分チェイスでいい、はい、これでチェイスチェイス、ナイトチェイサーツインソーコスト1枚なんで、これめちゃくちゃ強いな、これこれ最大展開なんじゃねえの、このデッキ多分一応脳内では脳内で組んだ最大展開できました。あれですね、今どういう妨害があるか、っていうと、これはライヒハートでいいか、セキュリティフォースの数までバウンスできるんで、一応2枚バウンスできるというトラップカードが、これまあ一応トラップカード1枚しか使わないんですけどね、1枚と、あと、ツインソーで相手のカード2枚破壊できるっていうカードを、それからナイトチェイサーで、デッキからなんか、デッキからっていうかレトロアクティブ出してきて、レトロアクティブで使用まで出てくるんで、なんかデッキからもう一回グラビティのを出せるよみたいな効果と、あと、ジャスティファイでモンスター効果無効なので、体感1、2、まあ、3、4妨害ぐらいですか、2バウンス2破壊込みの4妨害ぐらいありますね、めちゃくちゃ強いですこれ、はい、これが最強展開と言っていい。おう、サイバーかな、サイバーか、まあ、ギャラクシーか、ギャラクシーもめちゃくちゃ強くなりましたからね最近ね。アフグロ、ああギャラクシーですね、ギャラクシーもね結構熱いデッキになってると思います、はい、まあ、多分2バウンスと2破壊めっちゃ辛いと思いますけどね、あのデッキ普通にあの並んだらあのバウンスされて並んだら破壊されるんで、それに絶対にエクシーズさせない作戦いきましょう、絶対に相手のエクシーズをさせない作戦でいきます、もう1体出てきたらまあ破壊しますかね、はい、いいでしょう。でツインソーをぶち込みます、ツインソー、リリースで相手のレベル8のモンスター2体を爆破していく、カモン、オッケー。ちなみにナイトチェイサーはフリーチェーンで除外ゾーンからセキュリティフォース出してくるっていうことになりますね、まあこれはいいや。で装備解除してなんか持ってくるはいいよ、まだ召喚剣使ってないの相手も強いな普通に、っていうか今あれか、装備対象バウンスしてあげれば不発になったのか、まあどっちもいっか、あフォトンバニッシャーか、なるほどな、バニバニバニッシャーが飛んできて、ギャラクシーアイズ持ってきて、っていうかさこれさ冷静に考えたけどさ、これ攻撃力ちょっと下がってて守備力だから、守備表示だから相手がこれさ攻撃力2000以上じゃないの結構うざいそうじゃない、これなんかギャラクシーアイズとかさなんかほとんどなんだっけ、リンクモンスターとか出せないんじゃないかな、ギャラクシー、ソルフレア、あれ確かに攻撃力2000以上のなんか光属性モンスターみたいなそういう感じだった気がするんだけど、まあいいよリリースはいいよ、でリリースなんか持ってきてギャラクシーかフォトンカード、ああ人掛け、人掛けトランサーしてくる気じゃんあれ、これトランサーってカードは、結構やばくて書いてること、偽ライフ払うと自分の墓地からギャラクシーモンスター1体とギャラクシーかフォトンかモンスター1体と自分のデッキからギャラクシーショットモンスター1体を特殊ができるとかいうやばいすぎる効果、無限にね、無限に。ちなみになんですけども今からガチでやばい動きします、ナイトチェイサーを除外して、レトロアクティブを特殊召喚で、レトロアクティブの効果、メインフェーズ中だったら手札から、何でも、セキュリティフォースを出せるということでレベル5以上だったかな、いやいや大丈夫か、千代丸出せるから別に大丈夫だ。で千代丸効果レトロアクティブでいいですね、レトロアクティブ除外して、これグラビティの除外してプラティナでも読み下ろすみたいな動きもできるんですけど、まあこれ結構どっちでもいいんですけど、まあ、ラプスウェルを出して、ラプスウェル効果自分の墓地からグラビティの特殊召喚できる、さあ帰ってこいグラビティの、そして、グラビティの効果発動、
セキュリティフォースさらにこの効果にチェンジ、セキュリティフォースチェイスを発動。ちなみにグラビティドがいる場合、セキュリティフォースの正面のモンスターはゲームから除外されちゃうぞ。はい、これであの手札に戻るカードが除外されますので、アイさん除外されました。はい、あざーす。つえなんて強いんだ、なんて強いんだ。これがセキュリティフォースです。しつこく相手をね、しつこく相手をね追いかけ回していくというね。ボトンバニッシャーやべ、マジでほらこれ出せないもんね、これ相手これ2星以上ないから出せないっていうね。はい、強え、マジ強え、このデッキ最強かもしれん。おーっと、今回もまたなかなかの展開力を見せつけることができそう。スキャクローベロネアを召喚、ベロネアの横にベロネア特召喚。スキャクロー2種いるときはもうさっさと出した方がね、あの一応なんかガンマとか食らったときに、なんか後から手からポンポンって出せるんで、まあ、2体とかいるときはもう2体とか3体とかポンポンって出してからの方がいいんですけど、そうすると2ビル踏むんですよね。はい、まあね、あのいろいろ諸説あります。これはバロネス一応出せるんで、スキャクローデッキってだからまあバロネス出してから動くとかは一応できなくはないんだけど、まあね、2ビル踏む前にバロネスいけるかと言われるとかなりいけないですね、このデッキ。はい、大体いけないです。ライヒアート読み合わせてください。なんもねえじゃん、相手。これかなりやばい展開できるぞ。モンスター数多分、ありえないことになるから、なかなかの強力な盤面ができるんじゃないかなと思うんですが、まあ、とりあえず一旦ですね、インボーカーを出しまして、このミッシング X は正直なくても、まあ別に回るっちゃ回ります、これ。なくても回るけど、まあ一応ですね、モンスター1体分増えますんで、これ、インボーカーするとこのモーニングコールで言うわね。だから、ひも2個じゃねえ、ヒロイックコールで言うからさ。だから、まあ一応あった方が、この、これ多分まあ2戦目か1戦目かにやってると思うんだけどさ、トライキガートの下に、コードブレーカーの動きして、イゾルで出すみたいなのはできると思います。そっちの方がね。さて、最強盤面ができましたので、まあとりあえず相手の、展開を見守りましょう。まあ、ツインストーで破壊、チェイスでバウンス、グラビティのフリチェで出てくるから除外される、ジャスティファイの、まあ、無効なので、まあ、非常に、ライトニングストーム、攻撃表示モンスターを全て破壊する、やばい。ちょっとすまん、ジャスティファイ、尊い犠牲となってくれ、お前は。すまんな。トライキアとはノバルから耐えれるわ。で、モンスターを特殊召喚。一応、レトロアクティブを特殊召喚していく。どうのみんな。はい。で、こういう表示も破壊されるんで、ジャスティファイバゴーン、くっそ、ジャスティファイが。俺たちのジャスティファイが。マジ、まあ、まずかね。一望が消えてくれた。別にまだ大丈夫。言うてまだバウンスも残ってるし、破壊も残っている。任せろ。このデッキ前破壊されても何とかなんだこれ。いや、それは無理。いや、それは無理。ふざけんなよ。なんだよ、ブラックホールって。てめえ、ふざけんな。ブラックホールドラゴン入ってるもしかしてデッキに。ちょ、無理。ゼロ妨害です。ゼロ妨害爆弾。デスガイド。あ、ちょ、ゼロ妨害はあかんって。ちなみに、このトラップカードね、両方ともコスト要求する。コストというか、セキュリティボスの存在と、スキアクロの存在を要求しますので、これちょっと何もできないようになりました。あ、やばい。デスガイドオクトロス、やばそうなことしてる。ゲルベイニー。あ、やばい。でも、死なないでしょ、確かに。そんな簡単に死なないでしょ。デストーイマイスター、え、わからない動きしてると、エッチインプシザー、デストイマイスターのとこは何それ。え、ネイロイ出せんのマジ、ネイロイ出せんのマジ、やばい、死んだかもしんない。ん、夢は氷点下始まったんだよ俺。死んで楽ね、俺耐えてんじゃんマジ、やった、奇跡起きたか、本当の夢は今日。あ、やばい。あ、え、あ、あ、え、え、あ、え、あ、あ、あ、
死んでましたわ。え、ちょっと待って、普通強くねこの言っていい